天皇皇后両陛下は、6月9日、ご成婚、満27年の結婚記念日を迎えられました。両陛下の出会いは、スペインのエレナ王女の歓迎レセプションでのことでした。学習院大学に入学された長女の、利宮愛子さまが、今回、第二外国語にスペイン語を選ばれたことに、両陛下は、お喜びのことと拝察しています。宮内庁関係者はこう語る。この春、学習院大学文学部、日本語日本文学科に入学された愛子さまは、履修する外国語に、英語のほか、スペイン語を選ばれた。他には、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、イタリア語、朝鮮語、アラビア語が選択できたのだそうだ。同大学では、すでに新型コロナウイルス対策のため、オンライン形式で遠隔授業が行われている。天皇陛下は、高朝鮮時代の1986年10月18日、国立西洋美術館で開催されたエルグレコ展のために来日していたエレナ王女を歓迎するため、東京元赤坂の東宮御所で催されたレセプションで、外交官試験に合格したばかりの皇后陛下に出会われました。翌1987年の4月25日、両陛下は元赤坂の高円宮邸で行われたホームパーティーに、高円宮ご夫妻から揃って招待され、会われています。これは、高円宮様が天皇陛下のためにデートの場を用意して差し上げたものと言われています。故高円宮は天皇陛下とご妻差ということもあり、陛下にとっては兄のような存在だったとされる。故高円宮はかなり早い段階から陛下の意中の人は雅子皇后であるとはっきり見抜いていたようだ。天皇陛下のお妃問題はなかなか決着を見ませんでしたが、周囲のお膳立てもあり、1992年10月3日、皇室による品格の接遇の場である千葉県市川市の新居浜鴨場で、皇后陛下に私と結婚していただけますかとプロポーズをされるに至りました。皇后陛下は即答はなさりませんでしたが、外交という分野では外交官として仕事をするのも、皇族として仕事をするのも、国を思う気持ちに変わりはないはずとした上で、雅子さんのことは僕が一生全力でお守りしますからと心のこもったお言葉をいただいたことで、皇后陛下はご結婚を決意されたというのはあまりにも有名な話です。実は天皇陛下が雅子のキャリアやそのことに基づいた雅子の人格を否定するような動きがあったことも事実です。と述べ、お世継ぎ出産のために外国訪問を制限する動きがあったことを示唆した、いわゆる人格否定発言は、スペインの招待によって当時皇太子だったフェリペ国王の結婚式に参列することなどを目的に、スペインなど欧州3カ国歴訪の旅に出られる直前の2004年5月10日に行われた記者会見で飛び出したものだ。前年の暮れに帯状疱疹のため倒れられた皇后陛下は、なんとか体調や環境を整えて3カ国を訪問したいとお考えだったと言われています。それが果たせなかった皇后陛下の無念の思いが、単身での渡航を前にした天皇陛下のご発言からはにじんでいました。ですから、2008年サラゴサ国際博覧会の開催に際して、スペインからご招待があった時には、今度は何としても二人で訪問したいとお考えになった天皇陛下が、直前のブラジル訪問については半年も前に、単身で行かれることを決めながら、スペインについてはギリギリまで同行できるかどうかを模索し、ブラジルに対する非礼を批判されたこともありました。ただ、これはそれだけ
両陛下のスペインご訪問への思いが当時強かったことの裏返しだったのでしょう。天皇皇后両陛下はお代替わり前の2017年4月5日国賓として来日していたスペインのフェリペ国王夫妻を歓迎するために上皇上皇后両陛下が主催された宮中晩餐会に陪席され、国王夫妻が皇居宮殿を立ち去る際には大変親しげに別れの挨拶を交わされている。スペインのフェリペ国王とレティシア王妃は昨年10月22日に皇居宮殿で執り行われた即位礼正殿の儀に参列されています。引き続いて行われた共演の儀にも出席し、レティシア王妃が嬉しそうに皇后陛下を抱きしめたシーンは大きな話題を呼びました。天皇皇后両陛下がフェリペ国王夫妻と親交を深める中で、皇后陛下とレティシア王妃のご関係は特別に深いものとなられているのです。愛子さまは学習院初等科時代にスペイン語の基礎をすでに学ばれていたそうですが、愛子さまが大学で学ばれる外国語にスペイン語を選ばれたのは、何といっても両陛下と国王夫妻のこうしたご縁をよくご存知だったからではないでしょうか。だからこそ両陛下もお喜びなのだと思います。天皇陛下は2013年6月10日から16日にかけて日本とスペインの交流400周年に際して再び単身でスペインを訪問されているが、雅子皇后のスペインご訪問は実現していない。こうした縁を考えると、新型コロナウイルスの感染拡大で延期となった天皇皇后両陛下の英国公式訪問の次はもしかしたらスペインご訪問になるのではなかろうか。